はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はですね、8月の27日、27日の火曜日を迎えております。はい、8月もね、もうね、えー、すぐあとね、3、4日で終わりですね。えー、いよいよね、9月ということで、えー、まあ、9月に入るとね、多少なりとも、えー、暑さがしのげるような日が、えー、来るのではないかというふうに思いますけど、まだまだね、残暑で相当日本列島においては厳しい暑さが続いているのではないかというふうに思っておりますけども、 え、ぜひ皆さんご体調にはお気を付けいただければなというふうに思いますが、はい、えー、今回の話題なんですけども、えー、グレーを着おります。まあグレーというかね、はっきり言って真っ黒着ようかなと思ってたんですけどね。まあ本当に東京大学進学どうなのかという観点もありますので、一応グレーを着ましたけどね。はい、えー、本日ね、一本目の動画でも、えー、あの例の国際昆虫学会議において、あたかもですね、久人様が、 え、ポスター発表されたかのごとくの、えー、報道が出ております。それに関してぶった切りました。もう本当にね、日本のこのね、マスゴミのね、ひどさというかですね、まあそういったことにおいて、本当に日本は民主主義なんですか日本もう終わりですかみたいな話もさせてもらいましたけどね、本当にひどいわね。 え、といったような報道形態。もうあまりにも広すぎたんで、朝一番の動画ね、実はね、昨日の夜撮ったんですけど、えー、そういったような動画も上げさせてもらいました。その動画まだご覧になってない方、私のこの動画のね、えー、終了画面に貼っときますので、えー、この後、この動画の後にね、ご覧になっていただければなというふうに思います。はい、えー、そして今回の動画に関してもですね、久人様の話題で、えー、今申し上げましたように、えー、本日火曜日を迎えておりますので、毎週火曜日というとね、 えー、私も、えー、お話をさせてもらってる通り、女性週刊誌が出ましたね。ということで、やはりね、この女性週刊誌の皇室関係にまつわるような話題、やっぱり久人様の、あの、例のね、えーまあ、赤門ネットワークさんが、えー、ね、やられていた東京大学反対の署名活動の内容、そしてね、 えー、やはり本当にこのまま東京大学進学になるのですかといった話題で埋め尽くされております。その中で、えー、東京大学の農学部の関係者の方が、なんかね、う、え、ち、ー、に入ってくる悠人様が入ってくる可能性は少ないんじゃないの低いんじゃないのみたいなことを言っているんで、まあこのことに関しては注目、えー、させてもらって、えー、皆さんにですね、お伝えをしたいなというふうに思っております。はい、えー、この動画もぜひぜひ最後までご覧ください。 はい。で、まずはですね、え今、ー、朝方から出ている女性週刊誌、女性自身と週刊女性の、まあ、このね、表紙の部分だけ、まずご覧になっていただいておりますけども、えー、左側女性自身、上の方にね、赤矢印で示してある通り、えー、被災久人様、えー、紀子様の同席拒否、ね、来ないで、みたいなね、えー、この、えー、まあ、えー、親子のね、えー、関係性なんですけど、大丈夫みたいな話題と、あと右側ね、週刊女性なんですけども、 えー、久人様、東大反対1万人の大合唱ということで、もう1万人の大合唱となればですね、あの例の赤門ネットワークさんのね、まあ中止にせざるを得なくなったという、あの、えー、署名活動なわけですね。えー、やはりね、えー、本日発売の女性週刊誌においても、この久人様の話題、非常に大きな話題として取り上げてるんですね。はい、えー、で、こっからがその中身ということで、次のページ。 はい、えー。でですね、まずはね、えー、女性自身の方なんですけども、えー、象徴天皇制を根底から揺るがすっていうようなタイトルから始まっておりまして、あのー、やはりね、えー、この女性自身の記者の方も、どうもですね、悠仁さまのご様子等を、えー、取材していたようですね。例えば8月中旬の悠仁さまの様子ということなんですけども、なんか交差点でね、友人たちと別れて待機していたその送迎車に、 え、向かっていた、向かっていて歩き出していた、えー、久人様なんですけども、なんかね、笑みが消えてね、物憂げな表情。まあ、なんとなくわかりますけどね、そういったような表情だったとか、合わせてですね、えー、まあ、今回のですね、えー、国際昆虫学会議なんですけども、このことに関してね、まあ、講担当記者の方がい,いろいろ、まあ、言われているんですけども、なんかね、えー、まあ、その会議が行われる前から、 公私職の人に関しては言葉を濁すばかり、本当にね、悠仁様が、えー、まあ、行かれるのかといったようなこともね、えー、どうも悠職の人もね、口が、口が非常にね、えー、つむ、まあ、あの、なかなかね、硬かったといったような話なわけですね。まあ、当初はですね、秋篠宮ご夫妻とともに一泊されてね、京都で一泊されて、翌日、えー、その悠仁様の晴れ舞台というかね、えー、要はそのポスター発表があるのではないか、みたいなことで、 ご覧になるのではないかという見方もあったんですけども、蓋を開けてみたら、なんか大雨でね、新幹線が遅れていたにもかかわらず、まあ、明日頃はさっさとね、えー、実際に日帰りで帰られたようですよね。 で、これに関してもね、まあいろいろ、まあ例えば SNS 上では、ポスター発表あるんじゃないのそのままスタコラ、スタコラさっさでいいんですかみたいな話も出ていた。反面ですね、私も1本目の動画で、えー、本日のね、1本目の動画でぶった切りましたけども、例えばね、日テレなんかはね、あたかも、その翌日のポスターセッションにおいても、久人様が発表したかのようなね、報道をしていたわけですよ。本当にね、マスゴミだなっていう感じですけどね、 その時もね、言わさせてもらったけど、日テレも落ちたなぁ、みたいなね、えー、感じだったですね。はい。まあ、そういったようなことがあったわけですね。まあ、いずれにしても、皇室職の方々も事前にね、もう言葉を濁すばかりだった。といったようなことで、次のページ。まあ、そしてね、皇室職の方々も含めて、その、宮内庁内でも、もう実際にね、えー、もう今現在のこのね、秋篠宮殿下と、えー、まあ、紀子様がね、もうそれこそですね、もう、 ご了承している。それ,それこそ東京大学、推薦に関してご了承しをしているの,のではないかということで、もうなんかね、ため息をつくような職員がいっぱいいるんですって、まあなんとなく分かりますけどね、まあそういったような宮内庁の中の状況なようですよ。故に、後遺職の方もなかなか物が言えないといったようなことなわけですね。 そういった中に8月中旬になんかね、女性自身のこの編集部に分厚い書類が送られてきたんですって、その分厚い書類がなんと言ってもその1万2000筆を超えていた赤門ネットワークさんの署名活動そのものが送られてきたらしいですよ。まあそういったようなね、もう前代未聞のその署名活動も送られてき,送られてきたと言ったようなこと。で、これに関してね、はい、えー、宮内庁の総務課の報道室に えーね、この署名活動についてどうですかというふうに言ったら、ね、コメントについては差し控えますといった案の定の回答しか来ないと。まあ、こういったような非常にね、惨々たる状況を得てですね、はい、出てきました、小田部さんということで、小田部名誉教授がですね、やっぱりね、正論言われておりますよ。えこのことに関してはね、そのまま言わさせてもらいますがえ、東大推薦入試に反対する署名活動が始まったことについては、ここまで来てしまったのか。 という,、ね、いうのが率直な感想ですと国民から見て公平とは思えない制度を用いてえ高学歴を求めているようにえ捉えられる状況がこれ以上続けばえ皇族としての特権を乱用しているとみなされてしまい将来の天皇が持つべきえ徳の存在が疑われてしまう事態にもなりかねませんとというかねまあ乙女さんは非常にお優しい方ですのでこういったような え、まあね、優しい表現で言われてるんですけど、まあ私から言えばですね、特にこの秋篠宮家に関しては、常にそういったような徳だとか、そんなもんないよね。存在なんか全くしておりませんよね。だって全てにおいて忖度忖度でしょ。で、今回は久人様の話題ですけども、それは秋篠宮殿下の話、そして紀子様の話、そして紀子様に関してはその実定の話だとかね、まあ川島お船さんの話だとか、 もうありとあらゆるですね。え、これが皇族みたいな話がいっぱい出てきてるわけじゃないですか。そういったことを考えると得なんかありないわけですよね。要はそういったようなところに皇統が移ること自体異常なわけですよ。ね、憲法の規定にあるでしょ。え天皇陛下なるものはですね、国民の象徴の存在なわけですよ。国民総意の象徴でなければならないわけですよ。 そういったような憲法の条文にも耕えているような今現在の皇位継承順位第1位第2位といったような事実なわけですよね。おかしいわけですよ。はい、そういったようなことでまたまだあります。次のページ。はい、えー、今回のこの女性自身の、ね、記事においては、まあその先日のね7月31日8月1日総文祭にね、えー、秋篠宮ご夫妻と悠仁様もお出になりましたよね。 その時に私も動画の中で紹介させてもらいましたが、下でちょっと写真が出てますけどね、2日目8月の一日においては、あのご、ご一家でね、岐阜県立の美術館をね、訪れましたよね。その時にサイトさんがね、 えー、貴子様の足をポンポンしてですね、なんかあっち行けよ、みたいな仕草もされておりましたよね。要はですね、久人様にとってはもう紀子様のね、こういった干渉というかですね、もうその東京大学進学もそうですけども、ありとあらゆるような紀子様のおせっかいというかね、まあそういったようなことに関して、いよいよね、久人様もね、ストレスが溜まっている、といったようなことも見受けられたと。まあそういったことあるでしょうね。まあさらなるね、 母と子、親子間のですね、亀裂がこれからも、えー、入っていくのではないか。ちゃんちゃんというようなことで、えー、この女性自身の記事としては終わってますけどね。まずはこういったようなことで、えー、まず女性自身の記事が上がっておりました。ね、久人様もうね、憂鬱でしょうがない。もう紀子様鬱陶しくてしょうがない。そして、親子の亀裂がこれからも深まっていくでしょう。といったような記事が、まず女性自身。そして次のページ。はい、それとともにですね、 えサムネイルで書かせてもらった通りですね、実は、え東京大学農学部の関係者が、悠仁さまが、うちに来るなんてことはないでしょう、といったようなことを言っている、といった話題なんですけども、えー、それはね、えー、やはり、えー、本日発売されている、今度は週刊女性。はい、えー、で、まあ、いろんなことね、下に書いておりますけども、まああの、東京大学の推薦入試ね、まあ皆さんもうすでによくご存知の通り、 共通テストで8割必要だとかね、えその後の提出処理、処理が非常に重要だよ、だとかね。まあ、そういったようなことに加えて、今回の国際昆虫学会議、こういったような権威の高い学会へね、出席することは、推薦入試で高い評価を得られますよ、みたいなね。まあ、悪、もう、もう、もうとにかくね、言葉で言うまでもなくね、東京大学入試に向けた布石との憶測が立っている。これが本当に憶測なんでしょうか 私はね、まず事実なのではないかと、未だに思っておりますけどね。まあ、そういったような中で、はい、出てきましたよね。山下真嗣さん。もういいよ、言わんで、というような感じなんですけどね。まあ、最初の部分はいいですよ。宮内庁は説明責任を果たしていない。こういったような国民が非常にね、大きな関心事においてはね、当然皇族の方にまつわるような話、宮内庁として説明を、説明責任を果たさなければならない。いや、ここまではいいよ。ね。 なんですけど、問題なのは、その下に書いてある黄色の2行を、そのまま読みます。えー、ね、久人新郎殿下は特別なお立場。何が特別なお立場なんですか確かに皇族といった観点で言えば、特別な立場かもしれませんけども、ね、先ほども言いましたように、日本国憲法においてですね、えー、特に天皇陛下になられるような方においては、日本国民の総意の、えー、象徴な方なわけですよ。要は、 えー、あくまでもですね、日本国民の総意がなければ、そういったような天皇陛下の存在自体がおかしいわけですよね。そういったことを考えると、あくまでも国民主権の今現在の日本でなければならない。そういった観点に置くとですね、えー、実際にそんなそ、どこまでね、特別な存在なんですか、非常に疑問ですよね。そういったことにもかかわらず、えー、まあ、山下真司さんはね、久井さ様は特別だみたいなことを言ってるわけですよ。故に、 東大進学がね、不公平だと言ったようなね、認識がずれている。何言ってるんですかあなたの認識がずれてるんでしょうと。今言ったようにね、国民の象徴になる,べくようなるべくようなお方なわけでしょう。それに対してね、国民の総意がなければならないわけですよ。今現在、このね、東京大学の進学に関してね、どれだけの人が反対してるんだよ。ね、それが国民の総意なんだよ。みたいな話ですよ。 はっきり言って、山下晋司さん、あんたのね、認識ずれてるんだよ、みたいな話ですよね。そして、えー、この大学側、すなわち例えばね、東京大学側が、一般枠と特別に特別入学を認めたとの対応でも問題なし、みたいなことを言ってるわけだよ。まあ本当に東京大学にこのまま入学ということになれば、大学側をね、何かしらのね、声明というかコメントをね、発表しなきゃいけないんでしょうから、まあこういったようなね、 え、公表をするしかないでしょうけどね。でもそういったような、その発表に対して、えー、対応、そういった対応でも問題なし。何言ってるんだ、問題終わりだよ。みたいな話なわけですね。まあ相変わらずね、山下真司さん、トンチンカンのこと言ってるけどね、秋篠宮家の側にとって、全くもってトンチンカンといった山下真司さんの話だったわけですけど、次のページ。 はい、えー、そういった中でですね、えー、まあ、サムネイルにも書かせてもらった通り、もしくはね、えー、冒頭でもお話しさせてもらった通り、実はですけども、東京大学農学部の関係者がね、入学の可能性は低いんじゃないのみたいなことを言っているわけです。はい、これに関してはね、えー、やはりそのままね、えー、その記事のね、えー、文面を読まさせてもらいますが、えー、東京大学の農学部は学内でも1、2を争うね、財政難に陥っています。 だから以前から私も言わさせてもらっている寄付金ジャンプがあったんじゃねえのっていうふうに思いますけどね。まあちょっと読みます。えー、ですから戦前に建てられた校舎はペンキが剥げて、えー、配管は剥き出しの状態です。加えて耐震にも不安があります。悠人様が現在通われている筑波大学付属に関しては、えー、入学に際して事前に大規模な改修工事が行われたと聞きました。確かにそんなことありましたね。 はい、えー、今のところ農学部ではそうした動きがないので可能性は低いんじゃないかとこの関係者の方は言われてるんですね。先ほど私が言った通りですね。はい、東京大学に対して寄付金ジャンプありましたよね。そういったようなお金がこれから使われるんじゃねえのというふうなことだと思いますけどね。でも今現在は今言ったように この農学部においてはペンキがはげてるだとか、配管が剥き出しになっている。まあそういったような状況。当然ね、つくふと同じようにね、久人様が入学するというふうに決まった瞬間に、そういったような改修工事が絶対行われるよ。そんなもん間違いない。というような話ですね。でも今現在の話を思って、えー、この関係者は、いや、久人様が来るなんて可能性低いんじゃないのというふうに言ってるっていうだけですけどね。あとは、 えー、その農学部においてはね、久人様が、えー、指導できるようなトンボの権威がいないんです。つまり、うちは久人様が学ば,学ばれるのにふさわしい、えー、とは言い切れない。 といったことを言ってるんですね。いやいやいや、違うでしょうと。もともとね、先ほど女性、あの女性自身の記事でもあった通り、もうとにかく東大、東大、東大と言ってるのは、ね、キーキー、後ろで言ってるね、非電化の人が言ってるだけなわけですよ。だから、前から言ってる通り、本当にね、久人様としては、あの、トンボの研究をね、一生懸命したいから東京大学にね、入りたいといったことなんですか。そこからがまずね、疑問の始めでしょう。 といったことを考えると、もうね、えー、このアクショノミアご一家に関しては東京大学に入った。それが全てなわけですよ。その後どういったね、権威がいるとかいないとか、はっきり言えば関係ないんだよね。といったようなことだと思いますね。まあ、いずれにしてもそういったようなことを、えー、どうも東京大学の農学部の関係者が言われていたということなので、えー、入学可能性は低い。いやいや、違うよ。と私は思っておりますけどね。はい。まあ、いずれにしても、いずれはこれもね、 えーね、ベールが脱がれてですね、はっきりした点がわかるといったようなことです。はい、それに加えてね、この週刊女性の記事、なんかね、デビー夫人のね、以前の署名活動の話まで引っ張ってきてるんですよ。ちょっと後半部分はね、この週刊女性、なんかね、変なこと書いてるんだよね。またなんかね、どこかから書け、こんなこと書け、みたいなこと言われたんですか的な内容なんだけどね。 まあ、このデビー夫人の以前の署名活動に関しては、私も一週間ぐらい前のね、えー、動画で配信させてもらいましたけどね。まあ、懐かしい話ですけど、まあ、当時ね、えー、今現在の皇后、雅子様のご体調によってね、えー、それこそね、えー、ねまあ、皇太子殿下ね、えー、ご体、ご体、ね、位なさいませ、みたいな発言をした人もいて、それに基づいて、このね、えー、まあ、 ね、まあ、とんでもないこのデビー夫人がですね、え、署名活動をしたわけですね。要は皇太子の位を秋篠宮殿下に譲る。そういったような署名活動をして、まあ、当時はね、まあ、今考えも、考えもしたくないような、えー、まあ、雅子様に対するね、もしくはそれこそ天皇陛下、今現在のね、近所陛下に対する、えー、そういったような、 ある程度の批判もあったわけですよ。全くもってですね、今現在の天皇ご一家、そして敏宮愛子さまには全く日がなかったにもかかわらず、そういったようなね、意見も出てたわけだよね。本当にとんでもなかったような時代だったわけです。まあそういったようなことをね、取ってつけてですね、この秋篠宮殿下、そして紀子さまとね、ご婚姻になされている、非常に仲のいいデビー夫人が、こういった署名活動をしていたといったような状況ですね。 全くもってこの人許せねえよ、みたいな話なわけですね。はいえ。で、そういったような中なんですけど、最近においてはもう皆さんもよくご存知の通り、えー、まあね、まさこにおいてもイギリスの訪問で多少ね、お疲れになったと思いますけども、まあね、えー、今現在、えーまあ、ご静養中ということで、またご静養が明ければね、えー、いろいろご公務にお出ましになる機会が増えると思います。 そして、何と言っても、敏宮愛子まにおいてはね、愛子まの立体症ということでね、愛子まの女性天皇をと言った、これだけのね、国民の9割以上がね、賛同しているわけですよ。そういったような状況になってるわけですね。で、それはそれでいいんですけども、まあ、そういったような状況、以前ね、批判を受けていた今現在の天皇ご一家、そしてこのデビー夫人がこんなような署名活動、とんでもない署名活動をしていた、 といったようなこともあった。以前はそういったことがあった。今現在のアクシ秋篠宮家はことあるがごとに批判されている。これは確かだよね。でもこれに関しては、その以前の天皇ご一家とは全く違うよ、話がね。だってそういったない。批判されるような事実があるから批判されている。決して誹謗中傷ではないわけですよね。で、そういったようなことを、 ねえ、過去の、えー、今現在の近城陛下だとか、皇后雅子様の話を引っ張ってきてですね、現在の秋篠宮家に関してもね、えー、まあ一生懸命公務をされているだとかね、えー、それこそ秋篠宮家が国民から高い支持を得る可能性が大いにある、みたいなことを皇室ジャーナリストの方が言ってる。いやいやいや、ないない、絶対ない、といったような話ですよね。で、秋篠宮家もね、巻き返しがあるのか、 ちゃんちゃんということで、週刊女性の記事が終わってるんだけど、いやね、週刊女性の記事の方は何考えてるんですか誰からこんなこと言われたんですかみたいな話ですよね。先ほども言いました通り、今現在の天皇ご一家が、まあいろいろね、それこそ今現在秋新というふうに言われている方々から、いろんなことを言われていたわけだよね。でも、もう天皇ご一家に関してはね、この一寸のですね、 ええ、ま、がなかったわけですよ。にもかかわらずですね、ご体調が思わしくない。で、そのご体調が思わしくない理由も、いじめだったわけでしょ。で、そういったような全くの日がないにもかかわらず、いろんな批判が受けて、そしてこのデビー夫人によるとんでもない署名活動まで起こっていたわけですよね。かたや、先ほども言いましたように、今現在の秋篠宮家、批判されて叱るべき事実が過去からずっとあって、それに関して、 全く説明責任を果たしていない。だから批判されるんだよ。全然違うわけだよ。ね。といったようなことを考えても、じゃあこの記事に書いてあるようにね、秋篠宮家も巻き返しがあるのか、あるわけねえんだよ。といったようなことですね。もしそういったような巻き返しがあるとすれば、過去からのそういった今現在批判起きている事象、全部ですね、宮内庁を通してでも構いませんから、全部説明責任を果たしてね、そして国民に対して謝罪でもすれば、それはわかりますけど、 そんなこと一切ないでしょ実際するわけないよね。というようなことだと思いますね。はい。そういったような、やはり、久人様にまつわるような話、いっぱいね。えー、本日発売の、えー、女性週刊誌でも出てますといった話題、一旦変えます。はい。えー、はい。ということでですね、まあ、今朝1本目においてはね、えー、後でね、えー、終了画面に貼っておきますけれども、まあ、日本のメディアがとんでもないね、 えー、忖度報道、ズブズブ忖度報道をしているといったようなことに加えて、えー、今朝方、が出ているね、女性週刊誌においては、やはりこの久人様の東京大学進学問題を中心にした話がやっぱりね、出ております。といったような話ですよね。まあ、あのー、ね、何回となく、まあ言わさせてもらいますけど、あの、えー、東大のね、OB の方と言われる赤門ネットワークさんのあの署名活動が、なんかわけのわからない、 まあ、工作というかね、えー、そういったようなことによって中止せざるを得なくなっている。そして国際昆虫会議。<laughs> ね、で,で、やはりですね、ポスターセッションを説明はしないでね、えー、1日で日帰りでトンボ帰りをしていた久仁さ様だった。にもかかわらず、えー、報道各社はですね、あたかも26日に久仁さ様が発表したかのごとくの報道をしている。全くもって今現在の日本ね、どうなんですか ね、冒頭でお話した通りした通りですね、日本って本当に民主主義今現在、私が、ね、いるタイもね、まあいろいろね、えー、例えば、えー、王室に関しては不経済があったりとかで、えー、言論の自由がなかなかね損なわれておりますけど、なんかね、こういったようなね話をさせてもらうとね、よっぽど今いる、ね、タイの方が自由なのかな、みたいな感じを受けちゃいますけどね。まあそういったようなことだと思います。はい今回の動画もありがとうございました。バイバイ。